え、でもや、でもでも、美濃屋は引っ越しの手伝いとかしないで、馬娘やったせいで奥さんにめっちゃ怒られてる。いつも 怒られてんな スマホもディスコードも何も、スマホもディスコードも通じない、何やってんだ。用事あるのにもう、人に全部押し付けて連絡しないシャットアウトして、馬やってんのかよ、春日ってめっちゃ怒ってる。ウケる。ウケんね。いや、本当にな、すごいよな。何がすごいって、ミノルさんってすごいよな。結婚して一児の父になったとは思えないよな。でもみんなと結婚するっていうのはそういうことらしい。あ、ミノルセルの、ミノルセルと同じこと言ってる。配信者としてスタイル変えないのは一流だよね。人間としてはクズだけど。あ、ミノルセルと同じこと言ってる。配信のミノルが面白かったら別に裏までは何やってても別にいいわっていうタイプの人だ。配信で収入を稼いでるんだしな。いや、それはわかるけど、やっぱ奥さんの気持ちもわかる。いや、でもどうなん？結局さ。そういうの見てさ、みんなって、みんなはまあ気にしない、みんな、たまにでもいるやんか。配信者、そのクズだから見なくなったみたいな。それ見て、どう、ミノルさんがそういう、たまにな、ミノルセルにもいたのよ。なんか、ミノルのイメージが悪くなるからやめろみたいなこと言ってるんだけど、どう、変わる？みんなは。なんか聞いたところによると、なんか、釈迦さんも、ツイッチですごい長時間やってる配信者の、釈迦さんも結婚してるらしいや、スタイリッシュヌーブさんとかも。すごい、あれだな、やっぱ折り合いのつけだ、だから、それを納得して奥さんはやっぱ協力してくれてるっていうことよね、だから。ねえ、あの嫁は非協力的よな もう大変、人に、やっぱ人によるよな。俺の配信メニュー見てる人くらいは、他の人の配信で俺の名前出さんでほしい。なるほどね。一回アマンガスやってたら、河川さんも結婚してると見た、俺、ツイッターで。え、河川さん結婚したんやと思って。いや、そうよ。そよしさんも、天草さんも、クラゲさんも、あんなに配信を愛してたはずなのに、まあ、結婚したことによって辞めたわけやんか。やっぱそういうことよな、やっぱりな。難しいんじゃない？ 結婚して引退してさらにうまくいかなかった年上って、やっぱ年上さんどうなったんだ、そういえば。続報を全く聞いたのなら、年上さんってどうなったの？ そういえば、年上さんってどうなった？資産って何がどうなったの？視聴者と結婚して子供ができて、で、その子供が2人できたんやけど、男の子と女の子っていう子供ができて、もう結構もう5、6歳、結構なお年になってるんやけど、奥さんがインターネットゲームにはまって浮気して離婚した。別れて家出るって言ってたもんな。別れて家出たのか。今のところ知り合いというか、やられ上手さんも離婚なさってるよね。やられ上手さんも奥さんに浮気されて離婚みたいな感じになってるもんね。意外にいるな。誰だっけ、レビンさんの友達。やられの話が本当だとしたら本当に怖い。俺、なんかやられさんが離婚した理由詳しく知らないんだけど。あ、奥さんが、あれか。浮気したパターンだ。夢と一緒に家を買った途端、夢の態度が急変して裁判沙汰になった。親ぐるみでローンを押し付けられそうになったから、訴訟して縁を切った。えらいことやん。まあ、片方の言ってることらしい。本当は分かんない。まあ、それは分からん。やられが誰か全然伝わってなさそうなチャットばっかで悲しいわ新陳代謝が。しもちゃん、もうオフパコした同じ人に乗されたりしてない。大丈夫、大丈夫。全員逃がしてないから。オフパコしたらもう俺のこと絶対、お前絶対言うだろうって言って、全員閉じ込めてるから。これで情報が出ることはない。
大体通電してるしな。そう、貴様は分かってるな。ポチバリ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 よ。ちょっとお手洗い行ってきます。